堀達之助から1894年1月3日は、江戸時代末期の江戸幕府通事、辞書編三者、開拓史完了。名は、徳政、徳実、る、達之とも、隠居後は、達史後と称した。堀達之助の墓文政6年、オランダ語通事、中山武典と陳の逸尾に、長崎で生まれる。後に、通事、堀正信の養子子となる。校歌2年。 小通字末席となる。開エ元年には、アメリカ合衆国捕鯨船員のラナルド・マクドナルドより、日本で初めて英語を学んだと言われる。開エ六年、黒船来工事には、浦賀奉行所よりき、中島サブロスケと共に交渉を担当。その際に、アメリカのマシューペリー提督が乗船する機関、サスケ・ハナ号に対して、アイキャン・スピーク・ダッチと叫んだと言われており、 アメリカ側通訳のオランダ人、アントン・ポートマンを介し、オランダ語で交渉を行った。安政元年のアメリカ合衆国東インド艦隊の再来航でも活躍し、アメリカ側からも高評価を受けている。日米は新条約の翻訳にも関与し、その締結後は下田詰めとなる。しかし、下田に滞在していたドイツ商人リュードルフがドイツも 米英路と同様の条約を締結したい旨の要求書簡を幕閣に報告せず独断で処理しようとしたと咎められ入牢処分となった。この事件は冤罪とも言われており、獄中では吉田松陰と文通をしたという。安政六年、小賀金一郎の尽力により出国し、番書調べ書大役辞書編集主任となり、万円元年には筆記方も兼務して、 外国新聞の翻訳作業に当たった。その結果は、文久2年、看板、バタビア新聞として発行され、これが、日本初の新聞となった。一方で、文久元年に青春と共に教授方に就任し、翌年には、主任となって、要所調べ書より、英和大役集鎮辞書を、日本初の英和辞書として刊行するに至った。また、文久3年には、改正書教授となった。 慶応元年には、函館に赴任し、函館奉行通事となり、英語通事の育成も行った。また、函館文庫を作り、函館奉行所の要書の保存に努めた。明治維新後の明治元年には、函館裁判所三次席、文部学授係に就任。明治三年開拓大佐官、明治五年一等役官に就いた。なお開拓史時代には、豪商、柳田東吉が函館に作った。 北門社合塾及び開拓私立函館学校の英語教師も務めた。明治5年に遺願退職して長崎に帰り、後に大阪に移ってそこで死去した。墓所は長崎県長崎市鍛冶屋町大音地墓域内の堀家墓地。創村に堀豊彦、原村に堀隆彦がいる。小説ドラマ。ありがとうございます。